こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアンチです。今日一緒に勉強したいと思った曲は米津玄師のペルブルです。やっほー。行かないでここにでそばで何も言わないままで忘れられないくらいに抱きしめてちっとちっとずっとずっとずっと恋をしている。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前は米津玄師です。活動は2009年からしました。事務所はリーシューレコーズと、レーブルは SME レコーズです。2009年から活動しましたけど、その時はハチという名前のボカロックとして活動して、2012年本人名義米津玄師の名前で自分のソロアルバムディオラマでデビューをして、次の年にユニバーサルシグマでメイジャーデビューをしました。今日勉強するペイルブルっていう曲は TBS の金曜ドラマリコカツのテーマソングになって、離婚から始まる恋っていうテーマで、米津玄師さんが久しぶりにラブソングを作ったって言いました。それ聞くとなんか似合ってる。そうですよね。じゃあ行きましょう。しょ、처음부터딱들리는이목소리가슴이벅차올라요이오케스트라연주가전주도없이시작해버리는구나아니나는처음에근데딱나왔을때이게얼굴이또어나도너무닮았다고생각해맞아요머리길었어요다음에머리스타일저렇게해봐도어울릴것같아이렇게눈가려서그래서이혼그러네시작한다고하는구나그래서가사도이렇게선택을한것같아주제가민감해서좀조심스럽겠어요작사아무래도아니이가사가너무마음에들어도우데스카이렇게하는그목소리가어슬프다이저음이너무매력적인것같아요이스케이시그러니까高い声出しても、そういう低音はそのまま残ってるのが魅力的な低音が残ってて、そうですよね。発声的になんか変わらない自分の構成を高い音まで行くのがちょっと難しそうですけれど、素晴らしいですよね。前に友達もできないと言ったのに、綺麗なさよならしましょうとなんか聞いて涙が、うん。さっきイク君がテーマとして歌詞を書くとき、ちょっと気をつけないとって言いましたけど、下手をすれば不協和音になれる可能性があるメロディーラインが米津玄師さんの魅力だって書いてる記事を見ましたけど、多分それも一緒じゃないかな。なんかメロディーラインも歌詞もその気をつけて書いて背の登らないように、そういう感じで、それが米津玄師の魅力がよく入れてるかなと思いました。そうですよね。なんかね、聞くときは「いやーこれ僕もできるよ」となんか思ったのに本当に歌ったら「ああ、いやこれは米津玄師の歌ですよね」なれるみたいですよね。あ、なんいい표현이너무고급죠。根茎を折り込まん木彫りらぬ표현이。지루한결혼생활을얘기한근데끝나기전에아직끝나지않았는데슬퍼지네미련이남았다는거는이딩딩鍵盤의音가하테나도感じました하테나가따란따란따란そうです。最初の歌詞でなんかエデルバイスと出たんですけども、大事な思い出
の意味があるんだって、その花の意味が。米津玄師さんの曲が他の曲と違うのが、複合的な感情を感じられるように作られてるのがすごいと思います。から音楽も複合的な、そういうなんか僕に、コンペカーとはね、米津玄師が合わせて춤을추셨다는데정말유명한안무가라고하시네요. 그러니까 이 고음에서도 지지 않는 이 저음 있잖아, 들리는 아, 이게 너무 매력적인 거 저는 아까 그런 춤 추실 때 이제 엇갈리면서도 상대방을 생각하는 그런 마음을 또 넣어서 안무를 짜셨다고 하니까 그것도 보시면 재밌을 것 같아요. この表現がめちゃくちゃいいです。恋をしていた。僕はなんか恋をすると愛をするとなんか調べて、愛もするとなんか韓国人は考えたら사랑에に全部なれるからなんかいけると思ったのに、その文章がないんだって。そうやってなんかいろんなことでなんか説明とかなんか探したんですけど、恋をするは一人からなんか気持ち出せることが恋、二人が恋愛していい気持ちにやってた時が愛してるの。だから歌詞使う時に恋するか愛するか決めるは重要なポイント。ちょっと気をつけなきゃ。そうそうそう、僕はいつも愛するよしたんですけれど、一人だから恋するよとか。이노래를들으면곡곡마다노래가다달라지는것같아요계속새로워진짜종합적이고복합적이라는표현이제일맞는것같다헤어진사람의기분도그럴거아니야이렇게많이담으면사실잡스러운데이거를되게잘녹이는게진짜아그러니까이중간중간에나오는이안무들이이곡을더풍요롭게만들어주고있는것같아요발가락하나도종합예술인것같아요레몬에서도좋아하는흔들리는거아사키지연선가있다토리뭔가曲がパートごとに分けてる感じてるって言ったんじゃないですか、実本当にこの曲のパートごとにはドラムのサウンドがちょっとずつ違うんです。 A メロ B メロのところはドラムの外側のリムっていうところを叩いてる奏法で、サビが出てる時はなんかオーケストラみたいなドラムを叩くっていう奏法が使われて、結構違う雰囲気も演出してますよ。だからこそそんな違う雰囲気もなんか出せるんじゃないかなと個人的にはちょっと思ってました。この曲全体的にオーケストラ的な楽器とか奏法が全部入ってて、初期の米津さんの曲から今の曲を聴いたら作る方法も結構変わったな、ずっと勉強してて、ずっと自分のものに全部変えるとちょっと努力してるなっていうのをちょっと感じました。멜로디가작은분만요통통튀어요어디로갈지모르는데기준치가없다라고해야되나근데보편적인걸축으로보편적인것을기본으로잡고노래를만들었다고 J-POP 음악을만들었다고하는데보편적인걸넘어서지않아요 마음대로만드시면어떻게되려고 여기부터알지진짜진짜새로운곡을계속한6곡을집어넣은것같은느낌진짜뮤지컬보는것같아요난이부분에서아그래서옷이랑모든배경이다이아오이느낌으로다표현을했구나라고약간파스텔톤으로이제윤혜주켄씨곡의뮤직비디오에안무가빠지면섭섭할것같아맞아맞아안돼안돼안될것같아진짜이짓도라는한마디가이곡의전체를다설명해주는단어하나인것같아아마지막은
이루 진행형으로 어 마이크는 계속 아, 있다라고 그러네, 했는데 그러네. 마지막은 이루 이때 한번 빠고오더라고 가슴에 그러니까요 그 마지막 세리후가 이러지 않나 싶어 아. 결국에는 아직까지 사랑하고 있어를 말하고 싶었는데 말할 수 이에나이 니나로 것도 페이블루 자체가 되게 애매한 색깔이거든요 그치 연풀은 네 그쵸 진하지도 않고 연하지도 않고 아 아 어... どうでしたか? 僕が見ると前からはずっと今別れたからどうするか悲しいですよのなんか歌詞だったんですけどフリコロスから本気の思いを出せて恋をしているに終わるがいや本当にかっこよかったんです本当にかっこよかったんです感情から出発した曲じゃないかなと思いますねなんかそういうメッセージとかがたくさんあって それ効果的に使うあの伝えるためになんかアレンジもメロも書いたんじゃないかと思いますそれだから感情の表現はめちゃくちゃ難しいなことだと思いますなんか一言じゃないから感情は悲しいけど嬉しい感情もあるしその中でちょっと寂しいかなとかが面白い感情もありそうだしだからなんか離婚から始めたで内容で こんな音楽ができたと思います。めちゃくちゃあの高級な高いな音楽を聴いたといい機会だったと思います。韓国語でそういう言葉あるんじゃないですか。もう一睡で去れ。一睡で去れ。それでもそれじゃないかなと思ったんですけど、ずっと見てなんか一緒になんか過ごした時間の感情全部が恋愛の他の表現じゃなかったかなと思って。 BRT のファンの皆さんがちょっと思い出して、やっぱり僕たちを応援してくれる時もと優しくなんか。 頑張って、もっと表現するのも大事じゃないかな。じゃあ今、制してる。今の曲と最初に出した曲をずっと聴いてる立場にすると、これは米津玄師さんの一つの物語じゃないかな。今の米津さんのなんか心とか感情を込めた曲じゃないかな。まあもちろんその後の話もあるし、前の話に過去の話もあるけど、今の 感情とかを表した曲じゃないかなと。今週もめちゃくちゃ勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラーム設定お願いします。今週も見てくれてありがとうございます。行かないで